ハンス・イェションネク・イェションネクの葬儀に際して墓前に、敬礼するヘルマン・ゲーリング・ハンス・イェションネクは、ドイツ空軍の軍人。最終階級は、ドイツ国防軍空軍上級大将。第二次世界大戦中に、空軍参謀長を務めたが自殺した。教師の息子として、ホーエン・ザルツァに生まれる。第一次世界大戦中に15歳で、リヒター・フェルデシカン学校に入学し、 1917年に、少尉に任官。航空部隊に転じて、義勇軍に投じ、戦後の国境紛争に従軍した。バイマル共和国軍に採用されると、騎兵将校となり、参謀将校養成過程を主席で終了した。国防省に勤務して、ベルサイユ条約で保有が禁止されていた空軍を、秘密裏に再建する部署に勤務し、1933年に、 エアハルとミルヒの副官となった。1936年に代償として空軍に移動。1937年に国防省に部長として復帰し、1938年に空軍統帥部長に就任、11月に大佐に昇進した。1939年2月からは空軍参謀長となり、8月に少々に昇進した。第二次世界大戦が始まると、 ポーランド侵攻や西方電撃戦を指導、1940年7月には早くも航空兵大将に昇進した。しかし、ドイツ空軍はバトルオブブリテンに敗北、独ソ戦で人員や装備を消耗し、さらには地中海戦線での制空権を獲得できず、ドイツアフリカ軍団への補給が滞るなど、装備計画の不十分、かつ能力の限界を停止始めた。 ドイツ航空省の部長たちのほとんどすべてが、開戦前からアドルフ・ヒトラーの抱く、古代妄想的な空軍装備計画を財政的にも、生産能力的にも、不可能と思っていたが、一人、イェッションネック部長のみがヒトラーを支持し、空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリングは、イェッションネックの意見を採用して、ヒトラーに、現実的な空軍建設案再行を、進めていなかった。1942年、 イェションネクは上級大将に昇進した。1943年8月にハンブルクが大空襲を受け壊滅するとゲーリングやイェションネクラ空軍首脳部の解任が論じられるようになった。スターリングラード攻防戦から空軍の働きに不満を持っていたヒトラーはゲーリングを無視するようになりアメリカ陸軍航空軍に昼間空襲さえ許すようになった空軍の無力に対する 怒りの矛先は、イェションネクに向けられるようになった。ゲーリングは、保身のためイェションネクをかばおうとしなかった。1943年8月17日夜から18日未明に、かけて、ペーネミウンデが激しい空襲を受けると、直後に、イェションネクは、ラステンブルクにある大本営で自殺した。ゲーリングは、イェションネクの死が、この空襲と関係ないと思わせるために、 死亡診断書の日付を19日に改ざんし、死因も異出血と改ざんさせた。このためイエションレクの死亡日は多くの書物で今日でも8月19日のままになっている。ありがとうございます。